木内稔衆議院内務委員長の地元浜松で講演をし、これから新幹線で帰るところです。今日の夕食は浜松ですからうなぎ弁当、紐を引き抜くだけ。それでは紐を引っ張ります。10分間待たなければいけません。はい、出来上がりました。あったかくて美味しそうです。ちょっと水も出ました。はい、それではいただきます。